こちらでは書籍だけではなく、漫画も読めるようになっております。例えばこれわかりますか？今回ちょっとテストっていうことでジョジョを買いまくってみました。今回こうやってね、Kindle Paperwhite で漫画を読んでみて、感じたメリット、デメリットを紹介させていただこうと思います。では最初、メリット面。まあこんな感じでね、何冊も入れることができるんですよ。結構漫画ってかさばるもんだから、これだけでね、何冊も持ち歩けるっていうのは魅力的でございます。あとね、読みたい時に読めるっていうのもポイントですね。例えばね、ちょっとこちら購入画面なんですけども、見えますか？このワンクリックでダウンロード購入できちゃうわけです。これができちゃうと、読みたい時にすぐ読めちゃうわけ。わざわざね、本屋さんに行かなくてもいいんです。さらにこちら 3G バージョンなので、これ持ってね、どっか出かけてしまえば、どこでもダウンロードすることできるんですよね。しかもこれ 3G バージョンだから、Wi-Fi 繋がなくても OK。では次、ちょっとしたデメリット面行きましょう。このダウンロード版ということで安いと思いきや、結構値段はします。私が買ったジョジョ。こちらの値段ちょっと見てみましょうか。600円が473円。たったね、21% オフとね、結構渋い価格でございます。これだけ古い本でも結構値段がするんですよ。さらにね、この Kindle Paperwhite 結構容量が小さいんですよね。これ 2GB ってなってるんですけども、実際には確か 1.3 とか4とかね、そんぐらいしかできないんですよ。そうなるとね、このジョジョをダウンロードした時にどこまで行くと思いますか？まあ、ジョジョって第1部、第2部、第3、第4、第5、第6とかね、シリーズがいっぱいあるんですけども、スタンドが出始めた第3部はね、完結することができませんでした。ダウンロードできないとこんな感じになります。こんな風にね、容量不足と表示されるわけです。普通にね、テキストデータの書物だったら何百冊って入るんですけども、やっぱね、この画像ベースのやつだと重たいので、そこら辺仕方ないのかもしれませんね。あとね、ちょっと漫画の並び方がね、気になりますね、これ。なんかね、一巻から綺麗に並べたいんだけど、ちょっとね、私そのやり方わからないんですよ。あれのかな方法。今はこんな感じに並んでるわけですね。なんかね、番号見るとわかるけど、ぐっちゃぐちゃですよね。それでね、こういう表示方法もございます。このようにリスト式、しかもタイトル順で並べてもね、なんか並びが変なんですよね。これはなぜでしょう。あとはね、先ほどどこでもダウンロードできると言いましたが、結構ね、3G 回線だと漫画のダウンロード時間がかかります。場所によっても時間は変わると思うんだけども、ジョジョのダウンロードにはね、だいたい10分から15分ぐらいかかった感じがしましたね。あとはね、もうリアルの漫画との比較になるんだけども、当然のごとくこんなペラ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 なんて見ることができません。さらにね、比較するとわかるんだけども、サイズが全然違いますよね。ということで、漫画にもよると思うんですけども、文字が見にくい時があります。すごいね、すごいちっちゃい文字であるとね、読みにくいわけですね。結構ジョジョってその小さい文字があるような気がします。まあ、とりあえずはこんな感じですかね。中でも特に思うのがね、値段の高さ、そして最後言ったね、画面サイズの小ささ、そこがね、一番のネックです。もうちょっとね、コミックの値段が下がってね、もうワンサイズ大きい Kindle があったら最強かなって感じします。でもね、ちょっと話変わるんだけども、ジョジョ初めて今回これで読んだわけ。あれね、結構面白いですよ。若干人によってはね、絵の好き嫌いがあるとは思うんですけども、まあね、第1部からぜひ読んでみてください。意外に面白いですから。以上、Kindle Paperwhite の漫画検証でした。